四国八十八箇所霊場第十三番、四国三十三観音霊場第五番札所。大栗山、家造院とゴース。派は、新言宗大覚寺派、本尊は十一面観音。本尊新言、女かキャロにキャソアカゴエカアワか護衛いか、あの国一の宮とは言うだすきかけて、頼めや、この世の地の世のを教員、当時本尊、新奥の院、国中寺。 四国三十三観音霊場寺点によれば、公認六年に、空海がこの付近にある、大師が森でごま修行をしていると、大日如来が現れてこの地が霊地であるから一時を、混流せよと告げた。そこでその大日如来の姿を刻み、道具を混流して、本尊として安置し、大日寺と称したという。その後、伝承では、平安時代末期に、阿波一宮が、 神山町の上一宮大俗神社にあるのでは、不便ということで当地に分子され阿波一宮神社が作られると当時は、その別当時となったが、南北町時代に、当神社の東の144.3メートルの山の頂き近くに、一宮城が作られ、その城主であった一宮氏が当神社を深く崇敬し、大宮寺を兼ねる関係であったため、その後の天正年間に、 長宗壁元地下の陛下によって一体がすべて消失し、一宮市は没落したが、江戸時代初期、徳島藩三大藩主になった、八塚光鷹も当神社を崇敬し、当神社と当時を再建した。また、いつの頃か、当神社が札所になると当時は、農協所として、本尊大日如来一宮大名を大、栗山大日寺と記帳するようになり、 一宮寺とも呼ばれるようになっていた。明治初期の神仏分離によって、当神社の本寺仏であった行記作と言われる十一面観音を、当時の本堂に本尊として移され、それまでの本尊大日如来は向かって、右の図紙に、秘仏の脇仏とされ、当時は神社の別当ではなくなった。韓国の伝統舞踊家である、金スバル先は、1995年に訪日し、 翌年に、当時の住職の大栗広司栄住職と結婚し、一人息子の広すばるを授かる。2007年に、広栄住職が宣言すると帰国も考えたが、息子が大人になり子を継ぐまではと、本山の大閣寺で修行をして88カ所令場で、唯一の外国籍住職となった。その後、広すばるは米国に渡り就学。 カルフォルニアの大学に入学中に休学し高野山、先修学院に1年間入学して、僧侶の資格を得て後復学し、卒業後、母親の後を次に2021年7月21日大日次、第17世住職に任命された。剣道に面した山門を入ると迎えに、幸せ観音が見える。幸せ観音を背にして、右手に、長ズバがあり、左に、 大指堂が立つ。右奥に入っていくと大指堂と向き合う形で本堂があり、その左手に地蔵堂がある。農協所は幸せ観音の後にある。一宮神社一宮城本丸。ありがとうございます。